フロリダ大学はアメリカ合衆国フロリダ州ゲインズビルに本部を置く州立大学である。1853年に設置された。フロリダ州で最古、最大規模の大学でフロリダ大学システムでは2番目、アメリカ合衆国では3番目の大きさを誇る。センチュリータワー1853年に神学校として創立され、その後大学に昇格し、1905年に 現在の公明となった。全米第2位の学生数と全米第8位の運営費の州立大学。州都タラハシーから車で2時間半、オーランドから2時間、ジャクソンビルから1時間半の場所にある。100を超える先行と16のカレッジを有するフロリダ州の名門校の一つ。卒業生には多数のノーベル賞受賞者、上院議員、州知事、米国大使がいる。 総面積は約810ヘクタールあり、ナショナルメリット推奨者の数はハーバード大学に次いで2位。スポーツドリンクの草分け的存在であるゲータレードを発明したことでも知られ、レベルは高く、州立大学のランキングでは上位に名を連ねる。フロリダ大学は、フロリダ州の州立大学システムの一つで、アメリカ大学協会のメンバーであり、ミシガン大学、 カリフォルニア大学バークレー校、ノースカロライナ大学チャペルヒル校、ワシントン大学、コロラド大学ボルダー校、テキサス大学オースティン校などの修立、大学トップ校で形成される、名門校グループ、パブリック・アイビーの一つに数えられる。US ニュースワールド・レポートによる、世界大学ランキングでは53位にランクされている。タイムズ・ハイアー・エデュケーションによる、 世界大学ランキングでは122位に、上海交通大学による世界大学学術ランキング2014では78位に、ウェブアメトリックスランキングオブワールド・ウナバーシティスでは26位にランクされている。フロリダ・ゲーターズ・フロリダ大学のスポーツチームは、ゲーターズと呼ばれる。とりわけ、フットボールファンの熱狂ぶりは有名である。ゲータ・レードは、フロリダ大学の教授陣が、 大学のフットボールチームのために開発したもので、ロゴにはゲーターズのチームカラーの一つであるオレンジを採用している。2006年にはバスケットボールチームが NCWA トーナメントを制したのに続き、フットボールチームも同年シーズンの全米選手権を制した。同一年度シーズンでの両メジャースポーツにおける全米制覇は史上初めての快挙であった。 ベンヒルグリフィンスタジアム行動図書館、ワイルホール、ニューウェルホールタイガートホール、オコーネルセンター、ピーボディホール、フロイドホール、ウォーカーホール野球選手、アメリカンフットボールバスケットボールその他スポーツ。ありがとうございます。